ポンちゃん。ポンちゃん、おはよう、ポンちゃん。わかります。わかります。わかりました。わかりました。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、甘えてね。にゃんにゃん言いながら帰ってきたんだね。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、パンちゃん。はい、ジャン君。ジャン君もね。ジャン君、ジャン君。ジャン君。私もって。パンちゃんもジャン君も可愛いっす。舐めてあげて。パンちゃん偉いね。ジャン君の足っこペラペラ。よしよし。さあ、昨日は灼熱の中、重い荷物抱えて行き帰りしたので、ちょっと筋肉痛にもなっているし、疲れが出てきます。ちょっと仕事を進めなきゃいけないね、今日は。頑張ります。あ、自転車の鍵をどっかに落としてきちゃったので、それを電話しなきゃ。駐輪場の人に電話して確かめます。ピントが合いません、黒すぎて。ジャン君、ポンちゃん、ちょっと暗いけど、電気暗くしちゃってるけど、明るくする？いや、すべてポンちゃんのせいです。へえ、違うよ、ポンちゃん、私だって大丈夫よ、明るければね。えパンちゃん、せっかく寄り添ってたのに、ジャン君ずれるなんて。ずれまーす、ポンちゃん、かわいそう。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんはすぐジャン君のそば寄ってくるよね。んー、駐輪場に電話をかけたら、遺失物として取ってありましたっていう話を俺この の前の動画でしてたと思うんだけど、自転車の鍵を忘れてどっかになくして、あ、落としましたっていうのを言ってたね、うん、言ったかな、言った、うん、で、今回は今日取りに行こうかなと思ったら、すごい熱波のバリアが外にあって、なかなか出ていけませんでした。明日にしよう、明日午前中にしようということにしました。お届け物でーす。何でしょう、何でしょう、ポンちゃん、何でしょう、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、よかった。これは見たことあるような気がすると、これぐるぐるって出るやつだ。でぐるぐるってなって丸くなったら、これがきっとぐるぐるってなるんだね。あ、真ん中でくるくるってこと？うん。ぐるぐるってやってみよう。はい、開けます。チョキ。チョキ。あ、ポンちゃんがちょっと興味？興味津々？落ちた。これは？お、説明書がついてるのかな？止めてあるんだね。はい。ちょっと玉を入れといてください。玉入れといてください。はい、そして押さえといてください。はい、そして、はい、早いよ、ポンちゃん。ポンちゃん早いです。ポンちゃん。ポンちゃんまだだよ。ポンちゃん、ポンちゃん。はい。あ、こうなるんだ。あ、これがきっと。はい、ポンちゃん入った。ポンちゃん。入りました。入ったね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。いいね、ポンちゃん。あ、止めとくんだ。早っ。そういうこと。まず一発目は、ポンちゃんじゃなきゃダメなのね。あ、いろんな形にできるってこと？反対もできるってことだね。いろいろできるって書いてある。はい、まだその玉に気がついていません。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ゴムやマジックシート
ルルで固定できます。はい、はい、持ってます。はい、おお、びっくり、びっくり、なにって、なになに、あ、ポンちゃんは大人だから落ち着くのね。まずポジション取りね。そうね、うん、どうした、いいんだよ、ポンちゃん、うん、回ったよ、ポンちゃん。何ですか、どうですか、ポンちゃん。あとでこれをマジックテープでつければいいんだね、ベリベリって。あ、そうか、いろんな形でも止め方は一緒だから、こことここが接触するから、あれ B の1、B の2、A の1、A の2、うん、これをもう1個は、あれもう1個ついてた、あれなんかね、ちょっと斜めに丸くこうカーブしてるのと、うん、まっすぐのと2枚書いてある。ああ、ん、こう、あの ここにこれ A と B っていうのがあるって書いてあるの、うん、あれ、あ、わかった、これを2つに分けんの、そうなの、よいしょよいしょ、 A1、A2 で、反対側にもマジックシールを貼り付けます。うん、あ、本当はこことここにつけるみたい、うんうんうん、だからもう1個やっぱり必要みたい、これが、ね、これでセットなのね、1個は、うん、でもう1個セットが本当は入ってるのかもしれないけど、うん、大丈夫でしょ、入ってなかった、あの使うさ、うん、形を決めちゃえばいいよね、うん、まあうちはさっきのやつが一番好きだから、うん、そのこの細長くなっていても、まあ、入らなそうだよね、これこっちへ巻いてみて、これはこれ逆にするしかないか、こういうこと、こう、ね、こうだね、あ、どうせ中入れないね、うん、こういう形と、うん、あとなんか中央がボコってなる、あ、これはどうやるのかな、さっきの逆になるってことね、逆、うん、さっきはこうだったけど、こっちを回していく、うん、こっちを回していく、あ、あ、なるほどなるほど、お、よいしょ、うん、やっぱり、あ、これとさっきのは同じ位置に、うん、こういう力のかかるところにつければ大丈夫だから、うんうんうん、その長いところの歩行部分を使うっていう感じだね、ほうほう、うん、わかりました、そうしましょう、ほうほう、ポンちゃん、後ほど作りますね、これね、うんうん、で、遊んでください、ジャン君にはお伝えください、よろしく、よろしくね、あ、そしてどうもありがとうございます、ありがとうございます、ポンちゃん寝とるかい、ちょうどお尻の長さに合ってる、なんか変なのになっちゃった、眠いの、ポンちゃん、なんかちょうどいいね、ちょうど頭乗せるのにさ、ジャン君にはまだ気づかれていません、起きてきたら、え、何これって言うはずです、ジャン君ベッドで寝寝中です、ジャン君、はい、ポンちゃん、ポンちゃんもジャン君ももう寝ましょうね、寝ましょう寝ましょう、はい、おやすみ。
ちゃんは、お休み。